こんにちは、かくすけです。やっていきます。マーベラス。前回山賊のアジトに今向かっているところです。さあ、進んでいきましょう。前回ね、ラッコちゃんを溶かしちゃっても申し訳ない感じで終わったんだけどね。これは大砲を動かして使う感じかな。使えるわけないよね。お、ラクロク大量だ。やったね。普通に88個目のラックロックを手に入れた。大量のラックロックだとか言わなかったね、珍しく。これ押せるんじゃないかな。使えるわけないよね。そんなことない。これは使えるよ。後ろから覗けそうだ。あ、このまま狙うんだね。せ、足りる？使えそうだけど、お、肝心な弾が入ってない。何か弾の代わりになるもの持ってなかったっけ？え、ラックロックということですか？つまり。やだなぁ。だけど88個しかないから大事に使わなくては。え？あ、やだ。やだ。よし。え、嘘。やだ。ぐっ。あっ。ぐっ。あって。大切なラックロックが、ラックロックがなくなっていく。今までラックロックほぼ全部使ってたらどうしたんだろうね。うわっ。いや。よし。こっちでもう逃げられんぞ。いける？キャー！よし、当てた。わあ、63個になった。あんなにいっぱいあったのに使った分残ってないかな、あの先に。うわあ、すっごい集めてたのにな。100個集めたかったのに。なくなってる。あ、捕まってるじゃん。まったく。おーい、助けてくれ。まんまとの奴らにまんまと捕まった。頼む、目の前にあるボタンを押してくれ。早くしないとまんまとの奴らに気づかれるぞ。はーい。それちょっとわざとらしくない？大丈夫？まあまあと引っかかったな。ほら、マンマートってそういうことね。マンマート三兄弟からお宝を盗もうだなんて、いい度胸してるじゃねえか。覚悟はできてるんだろうな。まずは帽子をかぶったお前から血祭りにあげてやるぜ。俺たちの死の踊りを見よう。え、ディラン君、一人唯一攻撃できるからやっちゃって。え、え、そうそうそう、当てても意味がない。一人なんか動きが怪しいな。どうにかできる。にゃーん。なんだ。敵のリーダーから倒していくのが掟。あっ、お前がリーダーか。じゃ、帽子変わったらいきなりびっくりするんだ。あ、そうか。さて、ディラン君。
終わった？気絶している。いいぞ。もうおしまいかな。あ、変わった。はい。あ、当たんない。よし、よいしょ。あ、もう一人。よいしょ、いけ。よし、ほっ、オッケー、やったね。ふぅ、いいのかな、気絶している。ああ、それだけね。ふぅ、びっくりした。結構難しいですよね。よかったよかった、ありがとう、助かったよ。おかげで無事町の宝物も取り返すことができたよ。ほら、あ、やったね。でもインディオさん、あ、そっか、インディオさん町にいるのか。あ、そうだそうだ、疑われてるだけだ。君たちはこの玉を探しに来たんだろう。しかしインディオの無実を晴らすためには今すぐこれを渡すわけにはいかないんだ。だけど約束しよう、近い未来必ず君たちの手にこのブルーグクリスタルが届くようにしよう。だから君たちは元の世界に戻りなさい。元の世界に戻ったら必ず私に会いに来るんだ。いいね。おーい、わーい。このブルークリスタルは近い意味、あ、わかった。うん、じゃあ元の世界にバイバイ。その姿の、そのポーズのまま止まってるのがちょっと面白いけど、ありがとうございました。いや、楽しかったな、このステージも。ということで、あ、ここから降りたらショートカットだね。いやー、あ、いや、もう2回もそんなひどいことしないよ。一匹だけラックロック持ってるとかないよね。ないよね。うん、面白かった。これで一つ目のオーブゲットだね。ほぼもう戻っていいの？インディオさんに、なんか疑いを晴らすところまで見たかったね。インディオさん、もう大丈夫だよ。ここに来られることは想定されてなかったようです。じゃあ素直に帰りましょうかね。よしよしよし、水もいっぱいあるだろうし、インディオさんの疑いも晴れていい世界に戻ってるんじゃないかな。楽しみだね。そういえばここってどうしようもないっけ。入れた、やった。ラックロックなんちゃらって書いてあったよね。なんだろうこれ、鳩時計をびっくりさせたようなやつだ。ラックロック使えないの？え、あ、ここにラックロックか。表のポスターを見てからここに2ラックロック入れてくださいって書いてある。やってみる？ちょっと待って、どういうルールだったっけ。うん、電気人間の胸に3回ボールを当てるとルーレットが回ります。はーい、やってみよう。1回ミッド装備はミッドだね。はい、ラックロック2個ポンポン、ポン。まだ早いよね。ほっ、あ、うわうわ、なに、あ、音楽がいい。うわっ、ほっ、あ、うそ。
ずかしくない？ポポってなってから出てくるんだね。うわっ、あっ、嘘、避けられない。ちょっ、もう一回。ほっ、いやーん、なんだい。お、あくっ、お、難しいぞ。一回ぐらい当てたい。避けらんないよ。え、もう一回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 。え、難しくない？ちょっと。え、最初真ん中に時間、うわ、止まる時間で攻撃が違う。難しい。お、いけた。いやー、あの放射状の攻撃避けづらいよ。はい、うん、はい、来ない。強くなるでしょう、きっと。よいしょ、避けて。うん、まだ来る？よいしょ、来い来い。腕になんか当てて意味ないかな。ベル、避けて。なんとかしないといけなさそう。よいしょ。でも、どうすればいいんだ。あ、横から？くっ。あ、やばい。横からでもない。普通に回数が減ってるだけ？よいしょ。ずるいよ。開けないなんてどうかしてると思う。これ？これ？無理。無理だぞ。え？ほいほいほい。どう当てればいいの？頭？え、嘘、なんで当たったの、さっきの。え、やだ。え、どうやればいいの？トン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 。あ、くっ。胸に当てたら出てくるのね。もう一回、もう一回。なるほどね。やるやる。あるって。いやー、避けづらいんだよなー。おいで。そうじゃない。お、うそ！いやー！厳しいってー。はい。この辺？あ、嘘。安定ひどい。あ、ひどい。分かってるよ。分かってるんだよ。
いやー、一回もう明らかにこれで成功してもお金は無駄にしてるよ。ひどいよ。よいしょ。はい。ほっ。はい、ここ。って言ってパポって止まってる間に、よいしょ。じゃあそうじゃないのよ。お、あっ、よし、おいで。うわー、いきなり突進。あー、はい。あー、はい。あ、違う。あ、くっ、あっ、よし。それはいらない。もう、あ、投げればいいのか。おし、当てたら1話、ひょっとして当てたら1話だけ。あ、来て、はい。うわ、いっぱい出るじゃん。よいしょ、OK。 で、あとは当てるしかない。お、左の方に行かないで。よし。あ、うそ。く、避けて。オッケー。お、く。いや、避けて。はい、よし。はっ、よし、きたー。あー、やっと行ったぞー。7。ゼロとかやめてよ。ゼロとか。え？え？あ、よかった。あー、明らかに減った。いや。気づかなければよかった、こんなゲーム。帰ろうか。うん。いやー、気づかなければよかった。行きましょうか。時計がなくなっている。儀式成功したからもうやめておこうっていう話になったのかな。また彼らが来ないように。うわー、すっごい緑豊かなところになってる。うちの子は大変お勉強が好きなんざます。これもみんなシスコ先生の教え方がいいんざます。お、さすがシスコ先生、お父様も立派な方でしたから血は争えないざます。やったー、全然違うじゃん。あ、ペンギンたちも元気にしてる。あら、クロックだ。よかったよかった。でもまた1羽オスがぶれるぞ、このままだと。よし、釣り竿いけるかな。
よし。あ、危れない。よかったね。ピギピギピギ。いいやん。天国天国。人間のペットってやつになるのもいいものね。あ、ペットなんだね。あ、うん、変わらずかな。オスは違うかな。いやー、極楽極楽。人間のペットってなるやつになるのもいいもんだな。あ、うんうんうん。あの子はいないのかね。わあ、ここどこ？あ、ここか。そっかそっか。ここが時計のところか。じゃあ右の方のシスコはもう離れて住んでないってことか。うん。ああ、そっか。私の夫は立派な人だったんだよ。町外れにお墓があるんだけど、よかったら会いに会っていたっておくれ。うん。私の夫は私に昔に会ったあなたたちみたいな子供の話をよくしていたからきっと喜ぶわ。うん、ブルークリスタルを置いてくれてるのかな。ケイトにじゃれている。にゃんにゃん、かわいいな。わー、水いっぱいあるね。あー、あなたよくやったね。あそこにラクロックがある。インディオとクリストファー・ベンソンという二人は町の英雄なんだ。今でも二人の墓には人が絶えないんだ。わしもこの二人のおかげで今じゃ町長だよ。あ、町長さんになったんだ。嬉しいな。この人が町長っていうのはいい人だったからな。よし、68個。88から比べたらな。わっ、うわまたいいゲームの匂いがする。やっちゃう。さっきから何ジロジロ見てんだよ。ジャム様のキックでドッカンゲーム、1回でラックロック1個だ。どうだ、やるか。おっと、その前にこのゲームはキックのできるやつじゃねえとできねえぜ。いいか。はいはい。あ、はい。やるんだったらまずお題を先にいただこうか。アイテムでラックロックを選びな。はい。動いてる邪魔なパズルを、パネルをよく見てキックするんだぜ。あ、なるほど。あ、あ、あれ邪魔なのね。どこに目つけてんだ。お前ウルトラヘッタクソだな。どうするよ、またまだやっていくか。やるんだったらまずお題を先にいただこうか。はいはいはい。その人を倒していけっていうゲームだと思ってさ。そろそろなるかなって思って。はい、あ、止まってからでいいのかな。あ、よし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 。6、やったねー。へえ、やるじゃねえか。ほら、ラック6、6個だ。男に二言がねえ。まだやってくよな。勝ち逃げはないぜ。勝ち逃げなかったらね、やるはずないじゃんねえ。ヒヒヒヒ、バイバイ。いや、このゲームスカがあるところはひどいよね。ミニゲームの終わりに。西にある立派な墓は昔海賊、ん、山賊から町を守ってくれたインディオとベンソンの墓なんだ。インディオの娘さんは学校の先生をしているよ。父親に似て立派な人だよ。ベンソンの息子は知らねえな。うん、海賊やってるね。でも海賊ではなくなったのかな、この人たちは。いいな、そのジュース美味しそう。シェイク飲みたい。シェイク聞いてくれよ。豊かな町でわしは幸せや。町がどうなこうなったのはインディオとベンソンのおかげだ。うん、そうだね。あんな干からびてる感じだったのに。で、昔の状態では畑を掘ってるところからラクロクが出たよ。その人参抜き切らなさい。抜き切りなさい。ダメか。後ろも何もないし、あ、開けられないか。じゃあ下のラクロク発見。
も25分か、ま、ここのお話終わらせて終わろうかな。わあ広いね。あ、ここがあの人の家ってことは、シスコの家って書いてある。うん、鍵がかかっていて開かないけど、中には誰もいないようだ。うん、じゃあ学校にいるのかな。あ、ここだ。ここに住んでるの。見て見て、夢にまで見たマイホームよ。素敵な家でしょ。私が設計したんだよ。え、これ全然なんか入れない家にしてたらどうなったんだろう、この人。幸せそうだね。あ、この人も幸せそうだね。何かな、何かな、今日のランチは何かな。いや幸せだね。昔はこう干からびたところで取れるちょっとした、なんだろうな、干からびたところで何を、サボテンぐらいしかなかったのに。シスコ先生のお父さんのおかげで町に水が出て以来、なんというか平和だな。よかった、この人も疑ってたのに。逮捕までしてた。まったくな、こんな。手のひら返しですよ。シスコちゃん、こっちにいるのかな？お墓のところに。あれ？いないな。ちょ、ベンソンさん。あ！あ、離れに、お墓置かれずに、こう、並べておいてもらってるのかな？多分、ちょっと待ってね。こちらは？もうすぐシスコ先生の授業が始まるわよ。こんな青空の下で勉強ができるなんて素敵だわ。あ、外で学校やってるんだ。もうすぐシスコ先生の授業が始まるよ。もうすぐシスコ先生の授業が始まると思うんだけど、先生遅いな。あれ、どこ行ったんだろう。遊んでる？勉強もいいけれど、たまには外で遊ばなきゃ。そうだね。うん、ここは町の人のお墓のようだ。昔見た感じと周りが違うような気がするんだけれど。そうね、こっちは同じ。このお墓だけ名前が書いてないけど、誰のお墓なんだろう。誰のお墓だろう。こちらは町の英雄ベンソンの墓って書いてある。あれ、なんだこれ。でも悲しいね、ベンソンさんいないって考えると。ベンソンが僕たちに残していったメッセージだ。どういう意味だろう。はい、あ、調べられないんだね。少年たちへ、黒い石を南、北、西、東の順に踏んでみろ。そこには希望が埋まっている。南、北、西、東、トン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 。数字の4を書く感じだね。町の英雄インディオの墓って書いてある。無実が晴れてよかったね。ね、よかったね。トン。あ、ベンソンさん。トン。はい。なになに、そんな遊び心いっぱいな。お、あ、姿を現す。おー、すごいね。すごいギミック考えたね。書いてないのはそういうこと。お、そこになんかボソボソがあるよ。この部分だけ掘り起こした跡がある。何かあるのかな。え、え、こんな雑に掘っていいの。傷つきそう。あらら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 、はあ、出てきたぞ。やったね。第2のクリスタルボールを手に入れた。やったー。大変、授業が始まっちゃう。シスコさん、服装は変わらずだね。私はこの町で先生をしている シスコです。あなたたちどこから来たの。早く帰らないと先生が心配してるわよ。先生というのは子供たちのことをいつも考えているものなよ。だから早く帰りなさい。でも不思議ね、私はあなたたちを見ていると初めて会ったような気がしないの。なぜかしら。
あったもんね、ちっちゃい頃に。シスコさんを見てちょっぴりジーナ先生を思い出してしまった。似てるよね。ちょっとねえ、明るい音楽になったな。楽しそうに授業弾いてる。今はシスコ先生の授業中よ。ねえねえ、シスコ先生って素敵だと思わない？そうね、思う。笑顔が素敵だよね。ドット絵でもわかるもん。今はシスコ先生の授業中だよ。あ、いっけね、おじいちゃんにランチはトマト料理だっていうの忘れてた。お兄ちゃん悪いけど、僕のおじいちゃんも探して教えてやってくれない？あ、わかった。勉強知ってる？勉強が嫌いなら一度シスコ先生の授業を受けてみなよ。とってもわかりやすいんだ。うん、おじいちゃんね。まさかこんなところでいきなりお使いを頼まれるとは。今日のランチは何かのーって言ってたおじいちゃんだね、きっと。こっちの方だったっけな。ひょっとしてトマト料理嫌いなの？おじいちゃん、なんじゃ、わしに何か用か？何？今日のランチはまたトマト料理だって？お前はそのことを伝えるためにわしはわざわざわしに会いに来てくれたのか。ありがとうよ。なんて親切な少年なんじゃ。あ、それだけか。残念。いや、うん、そりゃね。別に見返りは求めませんけども。あ、昔は良かったなんて言ってられない。人生はまだまだこれからじゃ。そうね。それに幸せなね、生活になったしね。水もあって、よかったよかった。この町を救ったね。あのペンギンちゃんがどうなったか気になるけどね。ではでは、お邪魔しました。手に入れたよ。ただいま。手に入れたよ。あ、ブルークリスタルよく見つけたね。どうやらこの玉のおかげで時間がおかしくなってたんだね。よし、残りの2個を探しに行こう。船が出たらもう戻ってこられないから、やり残したことがあるなら今のうちだよ。さあ、さっきと同じように船を動かして。よし、でも今回これで終わりますよ。ラックロック20個ないなら島にある。見つけて。あ、はい。地下にある釜の中に入れる。早く早く。え、そこまでさせてください。地下にある釜の中にある。あ、違う違う違う。釜？あ、うん、はい、行きましょう。地下にある釜の中にある。あ、釜の中にあるって言ったけど、釜の中に材料入れろってことかな。ここだよね、地下って。多分町の地下。ここに入れろってことよね、多分。20って書いてあるし。はい。またか。はい、入れよう。え、ここで終了したらさ、ラックロックだけなくなってとかないよね、次回。え、ちょっと待って。動かすところまでやっとこうか。ちょっと不安になってきた。長いけど、長くなりますが、すみませんね。ご了承ください。そこまで。昔のゲームならあり得るぞ。次回開いたらラックロックだけ減ってて、このエンジンがまた切れてるとか。はい、横にある大きなレバーを押さないと。はーい。あ、船のエンジンを動かすレバーのようだ。あれ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 、違うぞ。はい、レバーを押す。船動く。
みんな一緒、仲間仲間。うん、よし、じゃあここまで。チームワークで押しましょう。ちゃっちゃちゃん。このゲーム時間経つのあっという間なんだよね。やったね、動き出したよ。次の島へ。ワクワクするな。次はどんなところでどんな問題が起きてるんだろうね。次は雪？雪ではないかな。こういう無人島系ってやっぱり南国系のステージが多いんだよね。どんな感じかな。違うよ。あ、違うよ。外に出て騒がしい。何か来る。え、嘘。そんなストーリー進んじゃう、思いっきり。ちょっと外が騒がしいようだね。仲間の声が聞こえる。鳥ちゃん。え、でもさすがにここでセーブしたら大丈夫だよね。はい、というところで今回は。ここで大丈夫、海賊ベンソンだ。やっぱ進めよう。海賊ベンソンのままじゃダメな気もする。鳥ちゃんたちどうしたの。みんな上に飛んでるけど、あ、下の方かな。ん、逃げてるのか、下の方から逃げてるのか。鳥ちゃん調べればいい。渡り鳥の大群だ。何をそんなに急いでいるんだろう。もうすぐ嵐が来るんでやんすよ。逃げて逃げて。あ、やばいぞ。ちょっとお伝えしなければならない。急げ急げ急げ。こっちダメらしいよ。なんだなんだ、様子が変だぞ。あやばいぞ。よけろよけろよけろ。外嵐、大変大変。ロック外れた、直して直して。オッケー。ん？ああ、全然違う方向に船が動いているような。はい。どうやるんだったっけ？はい、はいはいはい。トン、オッケー。完璧。やったー、やればできるじゃないか。これで次の島に着くはずだ。なんだ、嵐で逃げる必要はなかったんだ。島に着く、レバーを引く。3人一緒、早く早く。オッケー。はい、チームワーク引きましょう。到着です。次はどこになるんだろうな、楽しみだな。どうやら島に着いたみたいだ。はい、キー。島の偉い人探して。狭いところにいる、かわいそう。狭いところにいる。どうしたの、早く玉を見つけなきゃ。そうそう、ウィンキーの話は聞いときなよ。あいつあんまり役に立たないけど。うん、オッケー。今度こそこっちにセーブしたら、バオバブの木になりました。あ、セーブ8回目にされた。なんか嫌だなまあいいんですけど。ではでは、今回はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございます。